別席傍聴満筆諸井正一成文委員より清水先生、正直は素直なる心、何事につけてもはいはいと言えば素直な人やという、神様のおっしゃることを疑い心があってははいはいという理ではない、疑いなくして西を向けばはいという、東を向けばはいという、はいはいという心の理にははい上がるという理があるでとおっしゃる。素直なる心の理が身に徳のつくもと、身が上がる理であるほどに、親が子を苦しめるようなことはない。悪い子ほど親は可愛いやろ。なぜなればその子の行く末を案じる。あんなことでは先がな、あれでも嫁にやれるやろうか、向こうに行けるやろうか、先はどうなるや知らんと、それ世の目も寝られる。その子のことを思うという理は、これ可愛い理である。そこで一つ意見もせんなら、神様もその通り一列可愛い可愛いとおぼしめす親様である。何の人間を憎くて悩めそうなことはない。また災難に遭うという皆神様が可愛いゆえの意見、必ず煩わすのやない、悩めるやない、困らすやない。困る苦しむ悩む煩うというは、皆命名の心、命名の心が煩う苦しむ、それはどういうものなら、親が我が身思うての意見やということがわからんから、心に不足の思いが離されん。そこで不足に不足重ねて、つらいつらいと思う心が苦しいのや、悩んでいるのや。ああ、親が我が身のために意見してくださると思えば結構と思うて、一つ改め変える。勇んだ心の理由を持って心の間違いを取り直す。さすれば心に煩う悩むという理由はない。すなわち人間の子供でも素直なものは親の意見をありがたいと思うから、意見せられてもかえって心が嬉しい。わがままものは親の意見を苦いことに思い、ひどいことに思い、親を不足にする。それ意見せられるたびに心は煩い、悩み苦しんでいる。ここをよう思案して、親は子の不意を思い、子を困らせる親ではないということを会得して、未浄の意見も結構と思う心を定めにはならん。そこでそれ未浄不足なりても、うずかず、痛めず、やめず、ありがいたいという理がある。あれほどのものよう痛まぬことや、ようまあうずかぬな、波のものならうずかにはならんのに結構やというようなことは、よく見せてもろうていることや。これが意見、ありがたいと思うて心悩めぬから痛まぬ、悩まぬという理であるのやで。何におうてもその通り、心を痛め、心を煩わぬようにするがよい。人のこと悪く取らぬよう、悪く思わぬよう。悪く取るは人を不足にして、不足の理由を心にこしらえる理由である。世間には人のことを傘をかけて言うものもある。良きことに傘をかけるのは少なくて、悪いことに傘をかけるものが多い。これも悪く取るからである。人のことを不足にして我が心に不足の理由をこしらえては大きな損である。一軒の家にするというと、一人がちょっとつまらぬ顔をしていると、何が気に食わんでそんな顔をするのやという人がある。これは悪く取ったからである。どこぞ悪いのかえと言うてこそ、親子兄弟の理である。また善に向かって悪い顔をしているというと、腹でも痛むのかえ、気分が悪いのかえ、かゆでも似てやろうかという。これよく取ったのやから、その間に誇りの理はない。叱るを何が不足で食べられんかと怒るように言う。それ不足の理をこしらえているのや、罪を起こしているのや。それでは敵の中のようなものやで。人のことを悪く取らんように、よく取れば罪も誇りもないで。この未浄をかやしても、心は我がの理ゆえ消えてしまうものやない。これが魂というものや。魂は万豪末代のものである。そこで未浄をかやす理を世上では死にゆくというのである。
けれども死に行きてどうなるかといえば、また借り物を借りてこの世へ出るのである。そこで人間一生をごく見やすく悟りやすくお聞かせくだされたことがある。それはどういうものなら、因縁という持ち越すところの理。一日結構に暮らしても番方になりて兄弟や夫婦の中で罪作るということがある。したならば明日の朝互いに心持ちが悪くて物も言わんということになる。中には一日も二日も物を言わん、顔を見ても睨み合いで通るようなこともある。この理はどこから出たか。何が指しているかといえば、皆我が心がしているのや。心の理が残りてあるからのことや。人の一生終わりて生まれ変わる場合にも、前生の理を持ち越すというはこの道理であるで。故にこの世のことはこの世ではたやす、残す理は良き理を残してゆくよう。夫婦という理は地位と天とを片通りてあるという。地位があるで天という、天があるで地位という理がある。夫あって女房という、女房あるで夫という。天は高くして上、地位は低くして下である。天地抱き合わせの世界とおっしゃって、その中に人間は生きている。一見の家族は夫婦が心の抱き合わせの中に暮らすこと、同じ一つの理である。夫は女房を呼び捨てにする、女房ははいはいと夫の言うことを聞かねばならん。それ低いと高いの理由は言うまでのことや。なれどこれ天地の区別があるごとく、それだけの区別があるまでのことで、いずれがなくてもどうもならん。さすれば五分五分で床にはならん。天は水、地位は火とおっしゃる。男は水のごとく、女は火のごとくやから、火が募れば焼けにはならん、水が募れば物が腐るやろ。いずれ五分五分で日々と呼ぶ。この理よう聞き分けたなら、うちうちはむつまじゅう収まるで。今までも手を合わせて拝むということは教えてあるとおっしゃるが、今までの新人は手を合わせるまでの新人で、その理がわからん。この度はその理を教えてくださる。どういう理なら、五本の指を合わせて五分五分という。五分五分というは夫婦の仲も互いに立て合うという理である。それ持ちつ持たれつ立てようたら助かるに違いない。女房が夫を尻に敷く、夫が女房だからといって踏みつけにしてわがままを募らすというようでは立て合いではない。いくら手ばかり合わせて拝んでも何にも受け取る理はありやせん。手を合わせる理の通り、日々心を合わせて五分五分に理を立て合うという理がなくば、これ新人にはなりゃせんで。親様が、わしは子供の自分から陰気な陰気なものやった。人よりの仲へはちっとも出る気にならなんだものやが、71にもなってから立って踊るようになりましたとおっしゃったことがありますが、あ、これは岡倉をはじめになりたることである。ご幼少の時より遊ぶということはさらになかったお方であるから陰気なものやったとおっしゃるけれども、御心はといえば何にも陰気やと言うて気が塞ぐの面白くないの言うことはない。十分頼もしい嬉しいというお心でありたるに違いない。ただその楽しむところが並々のものとは違うからのことであるのや。またわしは日々神様のおっしゃることと言うたらちょっとも背くことは要しません。食べているものでも食べるやないとおっしゃるときには少しも食べたくはない。また食べようとおっしゃればいくら食べても結構に食べられるで、どんなことでもおっしゃる通りにさせてもらわにゃならんとお聞かせくだされたことがある。実に素直な心でおありなされたのです。それで素直な理が神やともおっしゃるのであります。十分はこぼれると言うて、十分のその上はこぼれるという理がある。こぼれては結構とは言えん。こぼれてはこぼれただけは無駄であるほどに、そこで未浄の道具も9つ貸してあるとお聞かせくだされた。それで9つの道という。麻酔先生。世の中に天狗天狗と言うて何ともわからぬものがあるように言うておるが、そんなものはありゃせんのや。また天狗のつむじ風ということも言うやろ。まだ一歩
高慢の強い者を指して、あの者は天狗をしているとか天狗になったとか言うやろ。それよくに高慢悪鬼に悪鬼が重なるで、そこで天の空となる。今一個のうちでも、例えば二人三人の子供がある。一人は正直に立ち働き、高校な者や。一方は働きも嫌いで、横着放乱な者やとなると、それどうも収まらん。そこでこう思う心であるから、心を苦しめるに違いない。それ子供の放乱が親の空である。その空はどうなるかといえば、積もり積もりて親の口からどんなことを吹き出すやしれん。吹き出す言葉はこれ嵐、これ風やろ。そこで天の空が発して吹き荒れるから、天狗の間風というのやで。昔から210日は薬日やと言うて心配しているやろ。この道がたっぷり加藤についたなら、薬やのなんやのということはありゃせんで。210日も何にも心配はいらんと聞かせらる。200はたっぷりと悟り、10日を加藤と悟り、たっぷり加藤ついたならとおっしゃるのや。火は火や。水は水や。何でもないと思うていては違う。火と水とは一の神。なくてはならんものの一つ。間違うたらどうにもこうにも人間の力で防げん。ここをよう思案せよ。さあそうなってきたら、いかな強欲でも悪鬼者でもそんなことどころではない。何もかも忘れてまず第一に手を合わすやろ。さあ手を合わしたら何という?ナムという言葉が先へ出るやろうかな。ナムは親親やで。いかな大水も大風も、大火事も皆これ親の意見やから、知らず知らず親を呼び出して頼むというは、仏法というものを人間の心を和らげるために教えておいたのやでとおっしゃいました。教祖様がこうやってお聞かせくだされたことがある。五本の指の双方とも親指をお回し遊ばされ、今まではこの通り親が働いていた。そこで何の信心でも利益があったやろ。これからは親指を手のひらへつけて、こんなものや、真実の親はこの屋敷へとどまっていると。辻先生、世界悪気やから、我も悪いこれも悪いと言うて跳ねてしもうたら残す人がない。そこで心さえ懺悔して立て替えたら、どんなものでも皆助ける。これまでのことは大難小難として皆許してやると聞かせらる。大社高山取り払い、心の高山取り払い、心の高びくないように心六時に踏み鳴らす神の思惑。目耳鼻口両手両足、男女一の道具、この九つの道具は皆それぞれ使う道がある。使いようがある。今の世の中は使うべきように使うこともあるが、また逆に使うことも日々たくさんある。ちょうど機械を逆さに使うようなもの、どうしても損じにはならんが理である。狂うてくるが理。一代尽くした理は末代の理に受け取るという。親が尽くしておいてその子に悪因縁深き理が現れてくるようでは、神の道も親様の教えもありゃしょうまい。そのような道は必ずないほどに、親が尽くした理は子供まで孫までも皆受けてゆく。この道は人間心で行ける道やない。天然自然に成り立つ道や。慶応2、3年頃には成就お話になった。千里続いた藪中を針の戸際で道を開くような心で通れ。この道は山中の生えこもったところに道をつける。踏みしめ叩きしめて道をつけるから道がひまどる。五目かきのけ芝切り払い、どんな大木でも邪魔になるものは切り払うてしまうで。なんぼひまどってもつけきらにはならん。邪魔になるものはどんな大木でも大石でも取り払ってつけ通すという神さんの思惑。まあ何でも偉い天の思惑ですな。親様がな、この屋敷へ出てくるものは無理にいねとは言わんほどに、何事でも我が家のことと思うて勤めたら我が家のことになるでとおっしゃった。また使いよい道具は彩色に彩色をして、どうしてもどうしてなりとも使うで。なれど使い勝手の悪いものは皿でも使えんで、どうしようもないと聞かせらる。何でも素直な心持って神様の言う通りの道を守って神妙に勤めにはならん。
親が勤めておいたら子の出てくるのを神が待っている。親が道に背いたら子が出てきても横向いているとおっしゃる。よって尽くした理は一代義理やない。子孫に伝えて末代の理や。よって何でも真実を尽くさにはならん。お隠れの二三年前に、まあ返す返すもおっしゃったな。一畑も食べるに食べられん。一日も暮らしかねる。何十助け一の模様ということを返す返すもおっしゃった。世界では上の者は兄や姉とせんならん。小焼け同様の者は一致の裾、男と例えんならん。男の難重を兄や姉が助けには助かりやせん。この情け心のないのが神の残念。何時どんな立腹が現れるやしれんとおっしゃる。心象持ちやでん、電池持ちが小作人や借家狩りをいじめて無理な年貢を払わしたり、やらんとったり、家賃とったり、ひどいひどいことをしていたら、どんな神の残念が発するやわからん。何でもその日暮らしや、食うや食わずのものをかわいそうや気の毒やと思うて助けてやったら、親がなんぼ嬉しいことか。人間の親子から見ても同じことや。心の出直ししたら未曾有の出直し助けるで。心の盾を変えたら未曾有の盾が変わるで。夫一人立てるが女の症状やでと。上手お聞かせくだされた。マスの先生、凡夫心には八つの心間違いの道がある。欲しい、惜しい、可愛い、憎い、恨み、腹立ち、欲、傲慢、これが八つの心間違い。神様の心にこれはかなわん。汚きものを誇りに例えて話しする。この誇り身の内へ積もり重なる。それゆえに身の内へ神が入り込んで働くことでけん。人間も同じこと。誇りだらけのその中で、きれいな働きできようまい。神はなおさらのことである。親様は山よりも高く、海よりも深き、例えるに例えられん。たおとき効能をこの屋敷に積み重ね、その効能の利によって、日本国中隅々も、万国までも天理王の御事で名を流し、天理王の御事と一言唱えて助かるは、皆親様のおかげや。その教えを聞き心に収めて、道を通り、面々見いのかなわんところをお助けいただき、信徒の心の理がより集まりたるも、皆親様の賜物や。梅谷先生、教祖様ご存命中は闇の道や。闇の道には声は聞けども姿は見えぬ。こう行けば大道へ出るぞというお話は確かな声を聞けども、出るやら出んやらわからなんだ。その中からその声を頼りに、真実真の心を運んだ者が今日の結構を見せていただくようになりましたのや。釈迦に大和大師に守谷というようなもので、仏法の聖人というようなお方でもどうもならんことには、それぞれ敵と仇としたものがある。悩めておいたものがあります。それやから理が続かん。続かんのが理である。この道はこの世のダメの教えと聞かせられ、縦流しの切りなし道とおっしゃる。親様はただ助けるという一方で、誰一人仇としたものはない。敵としたものがないのみならず、己が子二人の命を捨てても人を助けたい。親子三人の寿命に切り継いでいただきたいというご精神であります。この理は深き深きの理であるでと聞かせられた。またよう思案をせんなら。心に誠あれば、すまくたにいたかって神が引き出すまで、また真ん中へ出てどんどんやっていても、さあという時にほっとくものもあるでと聞かせられます。心の誠、身に表して日々積み上げ、月々に積み上げ、年々積み上げて、天然自然の道という。親様が仰せらるるに、八つの誇りを取るのはたやすいものやで。この障子の立て付けが柱もまっすぐなら障子もまっすぐでピタリと揃う、ピタリと沿うやろ。けれども敷居の溝に一粒の豆でもあったら立て付けが沿うまい。そんなものやで。この豆さえ取ったらよう合うのや。
八つの誇りを取るのはこの豆を取るようなもので、難しいことはないでと聞かせられました。十年の新人を一年でするものもある。また一年の新人を一日一夜でするものもあるでと、神様の仰せでございます。人から見れば、あんなことで助かろうかとか、またはもうとてもあれでは難しいというようなところでも、思いがけなくお助けをいただくことがある。あれがまあよう助かったなというようなものや。それ10年かかる新人を1年に縮めたか、1年の新人なら1日一夜にしたようなものや。不思議な利益を受けたら、人が見て届かんようでも、心の誠が届いた証拠ですな。親様、ご存命中に御前へ伺いますと、常住お里しくだされましたが、今はるばると運ぶのは苦労の中やろ、難儀の中やろ。なれどまだまだ火の中も水の中もあるで。火の中や水の中を通るのに、また横合いから針でつつかれるような道もあるでな。どんな道がありても踏ん張るのやでと。甲本は甲本だけの理がある。終戦といえば終戦というだけの理がある。またそれだけの理がなくばなろまい。そこでまた甲本の中の甲本もあれば、終戦の中の終戦もあるで。この理、よう聞き分けてくれるようと聞かせられましたが、人間子供可愛いという理から、親自身よりも子供を多めにしたいという思いがあった、と思うが当たり前。甲本は親や。終戦信者は子供のようなもの。そこで甲本となったら、自分より勝れるものを部内より出したいと思う心でなくば育てられん。人の目から見れば、甲本より終戦の方がどんと進んでおると思われても、進んでおる子供を作り上げた親は、なおさら勝りておるというは、理の当然である。また良い子を持ち、幸せの親やというようなものでありましょう。心で思うて口の先へ言い並べていること、一つ一つ心に守ってくれねばならんとおっしゃる。北先生。難儀誘う、苦労誘うとの親様の心はない。なれどその道中道すがらという理には、苦労観難もせんなら、どんな道も通らんなら、苦労が楽しみや、結構や。松代残る結構なる理は、苦労観難の道より他にないで。苦労観難が松代の話の種、松代残る効能やで。人間は裸で生まれて名もなきものや。家も蔵も着物も皆神様のお屋敷にあるのや。世界を神の屋敷と取らんなら、神の屋敷へ名もなき裸でほにゃーと生まれさせてもらおうて、持って出るものは前生で使うてきた心の理だけや。これを因縁持ち越しというのや。その因縁の理だけ、前生の心の理だけ、それぞれ支配をさしてもらうのや。先祖が悪い心を使うてよく一方で貯めたところへ生まれてくるは、それだけの心を前生で使うたものや。そこで皆病んで果たしたり、何に会うてなくしたり、誇りで貯めたものは、どうでもこうでも誇りのところへしか出やせん。良いことして人から喜んでもろうて出来た金は、皆人の喜ぶところ、我がも嬉しい思うようなところへ出すよう使うようにばかりなってゆく。こら因縁やで。世界でも言うている。だから、下がって入るものはまた下がって出ると言うてある。命あってのものだれと言うてある。未情がもとや。金銭は二の切りやと聞かせらる。今火事やと言うたら出せるだけのものは出しもしようが、未情の焼けるのも構わず出す人はありやせん。大水やと言うてもその通り、盗人が入っても命が大事やから、惜しいと思う金でもみんな出してやりますやろ。悩むところも同じことや。早く二の切りをしますに、施しして未情を出すからにはならん。それに惜しい心が強いというは、ちょうど焼け死ぬのも厭わず金を出しているようなものや。惜しいと思う金銭宝残りて身を捨てる、これ心通りやとおっしゃる。そこで二の切りを持って、身の難助かったらこれが大難小難という理やで、よう聞き分けよとおっしゃります。よその人が親様に告げ口する人がござりまして、
おうちのこと誰それはどう言うてるこう言うてると様々なことを申し上げた。そこで親様おっしゃるには、神さんな、そんなことを聞くな聞くなとおっしゃるよってな、そんなこと言うておくれるならもう来ておくな、おくれなあれと押し付けられて、それからまた後でそばの者におっしゃるには、あら、誇りの提灯持ちやで、よそのこと持ち込む者はまた持って出るで、中ごと悪つぎは誇りの提灯持ちと神様おっしゃるでとお聞かせくださりました。多く寄り来る帰ってくる子供のその中に荷造りして車に積んで持っていくようなものもあるで、また風呂敷包みにして背負っていく人もあるで、また破れ風呂敷にいっぱい入れて下げていく人もある、家へ帰るまでには何にもなくなってしまうやからもあるでとお聞かせくだされたことがあります。150歳存命では道が遅れるゆえ、寿命を天へ差し上げて九十九がなくなるという理で90歳でお隠れくだされました。深谷先生、小さな心でいた分には小さい働きしかできやせん。大きい心を持って真実の道を働くように願いたい。親様が聞かせられましたが、世界にはごろつき者と言うて親方親方と言われているものがあるやろ。ちょっと聞いたなら悪者のようやけれどもな、あれほど人を助けているものはないで、あるところのものを取りて難儀なものや困るものにはどんどんやってしまう。それで何十が助かるやろ。そうやって未情もよう超えてしっかりした借り物やるがなとおっしゃりました。ほんまにそれに違いございません。あっちからも親方どうぞ、こっちやからも親方どうぞと言うてねだりに来る。おうよしよしと言うてあるだけはどんどん出してやってしまう。食わずにいたり着ずにいたりすることはなんぼあるやしれん。それでも頓着しやしません。小さい心でそんな心ができましょうか。それお道の理由を聞き分けて勤める者はなおさら大きい心を持たにゃならん。明日日を案じているようなことでは惜しい欲しいも取れやせん。高井先生、未情があるで食うものをはじめ万事入りようである。未情があるで電池電波た金銭をも欲しいというのやろ。そこで万物は未情に付き添えて貸したものとおっしゃる。未情を借りてその上よろずの財を儲けたるもの、こしらえたるもの、心ばかりでは何一つもできやせん。この理よう聞き分けねばならん。六千年知恵の仕込みの間には国授地の御事に人間の性体受けさして、富士やカツラのようなものを裂いて着物を織らすることをはじめ、大殿部の御事に人間体受けさし入り込んで竜家食べ物を作ることを教え、雲読みの御事に人間の性を受けさし入り込んで食べる道を教え、月読みの御事に人間の性を受けさし入り込んで木竹を持って住処を作る道を教えた。聖徳太子もこの神様の魂と聞かせらる。親様おっしゃるには、わからん子供がわからんのやない。親の教えが届かんのや。親の教えが隅々まで届いたなら子供の成人がわかるであろうと、繰り返し繰り返し何万遍とも数限りなく聞かせてくだされた。おかげによってわからん人もわかり、助からん人も助かり、難儀する人も難儀せぬような道をつけくだされたもの。なんぼ渋い柿の木でも切りて甘い木をついでそこへ草へ巻けば気がつくのであろう。渋柿そのままでは誰しも嫌うであろう。人もその通りで、渋柿のような心では助かることはでけん。甘柿のように人に好かれる良き味の心にすり替えて願えば、授けの肉で気がつくようなものやで。板倉先生、未情は助かっても助からいでも神様のご恩は報いますという精神が定まったら、これを借り物の理が分かったという。未情が助からなんだら、まあ尽くすことはやめじゃというような、新人では借り物の理が分かったとも、また真実の親様というが理が分かったとも言わらせん。
思い事を叶えてくれたらこれだけのことしますというのは、世界並みの悪人でもそのくらいの誓いはする。神様のお道を聞いた者がそんなことでは助かることはでけん。しかるにお助けをさせてもらう者、取り次ぐ者からして、今度誰それはあれはあれだけの真実定めたから3日のうちにはお助けくださるなやろうなどと言うて喜んでいる。ちょうど道を知らん者同士が酔って話し合うているようなもの。神が働くに働けんとおっしゃる。尽くしたものに食べさせたらうちのものは増えるで、尽くしもせんものに食べさせたら減るぞよとおっしゃられた。助けてもらいたいという心はあって、助けたいという心ないから助かることができん。なんぼ話聞いても都合のよいことは守る。心に合わんことは理由は分かりながら心でひねりつぶしているから助からん。知らん間は許してもおくけれど、知りながら守らにはどうあっても許せんでとおっしゃる。人を助けたいというのに難儀苦労をいとおているようなことで助けられようか。人を助けるというには、危ないところも難儀なところも苦労もいとわずかからにはならん。そうしてかかったところで、その心の誠を親さん受け取ってくださるからして、難儀して果てそうなところも助けてくだされ、ちょうど茨の中も淵中もいとわず人を助けるなら、神様が重用くだされて、けが過ちもないけれど、自分ばかり楽な道通りたいと言うて、大道の良い道通り、たまさかふと小石にけつまずいて、けがしたり、道端の花に心を奪われて踏みかぶったりするのも同じこと。人は一代縄松代、功能を残すでなあという、一人散財大嫌いと仰せられた。増井先生。声が出ても舌が回らねば物は言われん。舌が回りても声が出ねば分からせん。声も出、舌も回りて物を言うことができても耳が聞こえんでは人と話をすることができん。物も言わしてもらい、また人の物言うことも聞かしてもらうというは、これは賢根の御事様のご主語。敵の物をも敵とするやないで、寒い時であるならば暖かいものをこしらえて、まあお寒くございますでしょう、これをお上がりなさりませと言うて出してごろうし、なんぼ敵やと言うても敵のようにできやせんで、